今回武者泊まり、僕ね初めてのエリアです。で武者泊まりといえばね、やっぱ食器オナガ狙えるのであれば狙っていきたい。でね、ハリスをね落とさずかけたら取る、もうそういうね、もう、まあ、意気込みでやってみたいと思います。絶対釣ってやる。今回の舞台は四国南西部愛媛県武者泊まり。全国でも有数の磯釣り人気フィールド。今回の田中はターゲットを大型オナガグレ1本に絞って挑む。朝6時、意気揚々と乗り込んだ渡船は穏やかな港の中を進んでいく。しかし沖に出てみると、南西の強風によるうねりが予想以上に高く、渡礁を断念。急遽中泊まりへ移動することとなった。こちらも風の影響を受けてはいるが、オナガの実績もある小横島の出っ張りという名の磯に渡った。オナガをねやっつけるためにオナガタックルで挑みます。竿は 1.755、 リールは3000番ですね。で道糸が 2.55、 ハリスは3号でやります。表面積が大きくなるんで、風であったり波っていう抵抗を受けるんですよね、たくさん。だから仕掛けを浮き上がらせてしまうっていう、そういった力が加わ、かかってしまうんで、スムーズになじませられないんですよ。だからまあ魚が嫌がる、そういったそのアプローチになってしまうっていうのが難しいところですね、うん、風を受けてもしっかりと仕掛けを管理できるような、そういったところに仕掛けを投入する。それとあと重りをしっかり打つってことですね。やっぱし軽い仕掛けが一番食いはいいんですけど、まあ風とか波で引っ張っちゃったらもう釣りにならないので、それを重りの重さを利用してしっかりとなじませれる、そういったことが重要ですね。重りをしっかりとね使う。だいぶ落ち着くようになった仕掛けが。あ、餌がない。何か触ってます。何なんだろう。と重りを上に上げてみますね。少し下を吹かせた方がいいかもしれない。重りの位置を少し上げて仕掛けの先端を自然に漂わせてみる。いい感じだけどな今。今度は晒しの先に仕掛けを入れてみる。うわ、取った。あと、当たりじゃない。手元にガスッと来たけど。違うか。晒しかな。いや、違う。わかんねえ。わかんない。いや、触ってる。当たった、やっぱし。魚の気配を感じた田中は、同じところをもう一度探ってみる。お、当たったか。違う。
当たった。おお、重い。なんだろう。おお、すげえ元気がいいね。口太いでしょこれ。うん、重い重い。やりました。いい方でっか。いい魚釣れました。これがね、お長狙いじゃなかったら最高なんですけど、でももういいですね、この状況で。武者止まり行ってね、引っ返してきて中止まりでこの口太釣れたらもう満足。すごい、やった。中止まり最初の魚は50センチ近い両型の口太。重かった。沖にイサキを集めようかな。で、足元に本命を。いい塩、ほら、これ最高っすよ今。こんな釣りやすい塩はない。田中は続けて足元の深い棚を探っていく。うわ、来た。お、なんだ、グレードね。よいしょ。よいしょ。グレー、これもパンパン。竿2本ぐらい入ったよ今。うわ、まんま、このまんまるさ、また立派な。両型の口太を5匹釣ったところで、さらに風が強くなり撤収となってしまった。本命の尾長は明日へ持ち越しとなった。翌日は風が北西に変わり、武者止まりの沖磯に渡れるようになった。このエリアでは各渡船の釣り人によるじゃんけんで優先権が得られる。はい、よろしくお願いします。最初はグーじゃんけん。勝ちました。どこ行きますか。あぶせ、あぶせがいいですかね。じゃんけんに勝った田中はあぶせを選んだ。名将やっかんに並ぶ人気磯、大型尾長の実績も高い。この日の狙いはもちろん尾長グレ。田中は前日と同じタックルで挑む。春の武者止まり長考、人気磯あぶせに乗った絶対王者田中。磯の周りに脇グレが見えているが、今回の狙いはあくまで尾長グレ。口太、イサキをかわすことを考える。重りで強制的に沈めて、仕掛けに違和感を出して食わせないようにしようと思います。
いところに入れる。遮るものがないから風がもうまともっすね、ほんと勘弁してくれ。もう少し弱くなればいいけど。まあ、オナガって狙ってね、釣れるもんじゃそうないでしょうからね。縁ぶどう釣ってたらオナガがかかっちゃったみたいな釣りでいいのかも。これ当たりじゃないんかな。あれ、うわ、た手元に来た。あ、うっ、今のはぽいよ。あ、ちょうど消えてる。地元で消えてる。嘘でしょ。今のはぽかったもんね。ズキュンって言ったもん。ああ。ほら、バッツリいった。3号。はいますね。いや、お長でしょ今のは。よしよし。3号、こんな簡単に切るかよ。おい、3号のハリスをいとも簡単に切っていく魚。オナガの気配を感じた田中は集中力を高めていく。お、いいとこ行った。ほい。うお、当たったか。でもあんな当たりじゃないもんね。あ、うお、ズキュンといった。ズキュンといった。うわ、なんか引きが違う。おお、ゆっくりしよう。オナガ、オナガ、ひょっとして。うわ、オナガ、オナガ、オナガ。オナガ、オナガ、やっと来た。うっそ。よし、うわ、取れた。そんな大きくないけど、オナガ来た。やった。うわ、かっこいいね、オナガ。念願のオナガが来ました。やっぱ当たりがね、違いますね。浮きがもぞっと入って、その後ドーンと手元に来る当たりが来るんで、オナガ特有というか、また口太とは違うあたりで、かかった後もね、素早い、まあ引きが違いますね。ちょっと沖に出ていくというか、瞬発力がある引き。やっぱハリスがすぐ切れる。3号組んでてもね、今パスッと切れましたもんね、飲んでて。いやー、嬉しい。これまだ釣れそうな気がする。ここまで4匹のオナガグレ、大きなサイズのオナガも必ずいるはずと、さらに足元の際を探っていく。来た。なんだ。
うわ、根に入った。根に入った。よし、浮いてきた。なんだ。うわ、あ、危ないだった。危ないだった。あ、うっそ。あ、危ないでした。うわ。でっかい。うわぁ、マジでオナガと思った今のは。 HP がだいぶ取られたよ。キワじゃないのかな。もうここで来たからオナガと思ったけどね。まあ、ああいうトラップもありますよ。罠に引っかかった。この後田中は沖の流れを探ってみたが、食ってくるのは口太とイサキ。再び足元の晒しの先に仕掛けを流していく。うお、ドキドキする。うお、来た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 よ。うお、ドラグはボンボンです。うわ、お腹だった。嘘、お腹、お腹だった。無所止まりのお腹。これがここまでの最大42センチのお腹グレ。